題は、リル・アングレイのギタリスト、リケーズのボーカリスト、ギタリスト、三重県出身。血液型は B 型。身長177センチメートル。中学時代に友人から、聴いてみてよと差し出された爆竹のアルバム、悪の花でロックの道に目覚める。ギターを始めた経緯は、高校時代に先輩がジギーを演奏したことから始まる。 高校卒業後は進学し、三重の実家から大阪の専門学校に通っていた。その後中退して大阪に動く20歳の時に飾りというバンドに加入。1995年12月、都市屋を除くゲンディル・アングレイのメンバーでラ・サディ・エスを結成。1997年ラ・サディ・エス解散。同年ディル・アングレイを結成。 1999年にメジャーデビュー。2015年新しいバンドプロジェクトディケイズを発表。ギターとボーカルを担当している。ライブでは上手ポジションに立つ。ディル・アングレー内では特に決めてはいないがリードギター担当である。しかし曲によってはカオルと逆になっている場合もある。ギタープレイの特徴としてはバンド初期から一貫してカッティング奏法を多用している。 テンションコードを好み、自身が作曲する曲やフレージングに多く取り入れられている。薫とは対照的にサワンはほとんど伸びきった状態で、右手は肘から腕を動かすダイナミックな演奏スタイルである。テクニカルなプレイも多いため、ライブでは薫、としやほど頭を振らない。しかし、そのようなプレイがない時には、やはりヘッドバギングを行う。 ストラップを極端に長くしているためか、ライブ中にストラップが外れたこともある。ちなみに、最近では、ストラップも赤く、そのストラップの長さは160センチメートルとかなり長め。ディル・アングレー全員が作曲を行う中で、メロディアスな楽曲を作ることを得意としている。逆に、シャウト系は苦手、と自らラジオで打ち明けたことがある。ありがとうございます。